バレーボールやサッカーをやってきたんですけど、やはりちょっと日本の伝統的な武道を習いたいっていうのと、やはりその外に対する強さよりも自分のその中、心の精神的な強さをもう少し、自分に必要だと思ったので空手を始めました。やはり空手協会での、研修生で稽古した時間や総本部指導に習わせていただいてからのやっぱりその5年間がとても思い出に残ってます。ずっと、すごく勝ち負けにこだわってその試合を主にその空手っていうものを私自身が考えていたんですけど、やはり大学4年生の時にヨーロッパに合宿にヨーロッパの合宿に参加した時にその世界の人々がすごく空手を楽しんでるというか、こういう楽しい空手っていうのがあるんだっていうのを知って、でその後に空手協会 JKA に入った時にもやっぱりその世界中の人々がその私はそれまでその勝ち負け勝負でしかなかったんですけど、そうじゃないその空手のこの奥深さというか、そういうのを海外の方から逆に学んだなというふうに思います。今はもう人生そのものになってます。自分ではあまりわからないんですけど、あまりその何かに物事に動じなくなったってことありますね。あまりその心がこう怒ったりそういうこうあれはなくなりました。ロシアの方はなんか結構そのちょっとイメージから言うと寒いしちょっと冷たい印象がありました、ロシアの方々は。だけど会ってみてとても優しくて温かい人たちで少し考え方は変わりました。